若月賢也は埼玉県加藤市出身のプロ野球選手。宇藤右内。オリックスバファローズ所属。妻は声優の立花理香。小学1年から大桑ジャイアンツで野球を始める。保守となったきっかけは入部時に空いていたポジションが保守だったことにあるという。加藤平成中時代に加藤シニアで全国8強入り。花咲徳井中では1年秋から保守でレギュラーを。 獲得。二年生時に、監督の助言でプロ入りを志すようになった。四番、保守として関口明大とバッテリーを組み三年春の、第85回記念選抜高等学校野球大会に、出場し、自身は、本塁打を放つも一回戦敗退。夏の甲子園は、県大会でノーヒットノーランの貢献も、準々決勝で敗れ出場を逃す。同大会終了後、 高校日本代表に選出され、第26回 18U 野球ワールドカップ、準優勝を経験した。高校通算28本塁打。高校時代のチームメイトには他に、楠本康氏がいる。2013年度ドラフト会議でオリックスバファローズから3位指名を受けた。2014年は一軍出場こそなかったものの、シーズン終了後に U-21 日本代表に選出され、 国際舞台の経験を得た。2015年5月1日に一軍初出場を果たすが、この時はダイソーのみの起用で、一試合の出場のみでに軍降格となった。シーズン終盤に再度一軍登録され、9月25日の北海道日本ハームファイターズ戦で初の星起用、先発出場を果たし、その後計4試合先発マスクをかぶった。この期間に、 プロ初安打も記録した。2016年、前シーズンに正捕手を決めきれなかったオリックスでは、福良淳一監督が捕手全員を横一戦で競争させると明言。開幕当初は伊藤光と山崎勝美の併用が続いていたが、6月3日にシーズン2度目の一軍登録を果たした若月は徐々に出場機会を増やし、7月以降は伊藤がマスクを、 ゴームル千尋の先発試合以外はほぼ先発マスクを任されるようになり、チームの7月のシーズン初月間勝ち越しに貢献した。最終的にチームの保守では最多の85試合に出場した。なお、この年のオリックスは若月、伊藤、山崎、伏見虎武、斎藤敏夫、田中大介の保守6名で日本プロ野球史上初の シーズンチームホイツレイの記録を達成した。2017年3月31日の開幕戦東北楽天ゴールデンイーグルス戦は金子千尋とのバッテリーで初の開幕スタメンを勝ち取った。しかし、この試合では5回までに4失点を喫し、サインが合わず、金子が苛立ちを見せる場面もあるなどして敗戦し、結局2017年シーズン中金子と再び、 バッテリーを組むことはなく、その役目は伊藤光に譲ることとなった。このシーズンも前年同様チームの保守で最多の100試合に出場したものの、打率が夏場には1割台に低迷したほか、打点、失策数、盗塁阻止率など、攻守の指標の多くが2016年を下回った。5月頃から、球場では一部の観客から若月に向けて、 頼むからやめてくれなどのヤジが飛ぶようになり、若月もシーズン途中から今の心境として選手登場曲を中島みゆきのファイトに変更するなど苦悩のシーズンを過ごした。オフの11月8日に怪我で辞退した宇佐美慎吾に代わり、2017アジアプロ野球チャンピオンシップの日本代表に選出された。 11月25日から台湾で開催される2017アジアウィンターベースボールリーグにおいて NPBUS 単選抜に選出された。2018年聖保守として114試合に出場。打率245を記録するなど打撃面で成長を見せた。特に千葉ロッテマリーンズ戦で打率4 0 0ゾゾマリンスタジアムでは538を記録した。 2019年、自己最多の138試合に出場し、リーグ1位の盗塁ソ死率、371を記録した。盗塁ソ死率のリーグ1位は、球団では1992年の中島里史以来27年ぶりとなった。打撃では打率、178と低迷した。二類送球が1.9秒起きる強権と送球の安定感が売り、体も強く、 努力家である点も、プロ入りに際して評価された。若月のリードについて、オリックス入団直後から2020年まで、バッテリーコーチとして指導してきた、鈴木文弘は、バッターの反応もよく見れるし、もともとバッターを抑える感覚を持っている。何回教えてもできない子もいる。そういう感覚を、あいつはプロに入ってきた時から持っていたと評している。愛称は、けん。 趣味は漫画を読むこと。戦術の中島みゆきのほか、尾崎豊や光源氏など、自身が生まれる前の昭和期のヒットソングを試行し、登場曲に多く選択している。2019年12月28日、声優の立花梨香との結婚を、スポーツ日本市場で発表した。オリックス、若月健也、0に近い、700万円減の3,800万円で、サイン。 スポーツ放知、https、放知、ニュース、アーティクルズ。2020万1211オット1。t5 万84。html2020 年12月12日。閲覧。ab、オリックス若月、結婚。8歳年上の美人声優、立花リ香さんに、ポンタ人形に指輪付けプロポーズ。スポーツ日本。 オリジナルの2019年12月28日時点におけるアーカイブ http コロンスラッシュスラッシュ web.archive.org スラッシュウェブスラッシュ20191227212614スラッシュ https w w w スパニッキー c o j p ベースボールニュース20191228記事 1> 2019万 1228S000117308500CHTML2019 年12月28日、閲覧。2013年プロ野球ドラフト若月健也。スポニチスパニッキーアネックス2014年4月2日、閲覧。ABC、若きアスリートの誓い、空いていたポジションが人生決めた。オリックス入団の若月健也さん。 MSN3K ニュース。2014年4月2日閲覧。AB、オリックス若月、一心不乱夢叶える目標は、生涯保守。埼玉新聞。2014年4月2日閲覧。花咲特異、関口ノーヒッター、埼玉大会。日刊スポーツ。2013年7月21日閲覧。第95回全国高校野球選手権。 埼玉大会5回戦。朝日新聞。2013年7月23日閲覧。ABC。2013年度ドラフト会議契約交渉権。獲得選手。オリックスバファローズオフィシャルサイト。2014年3月31日閲覧。全世代侍ジャパン選手リスト若月健也。野球日本代表侍ジャパンオフィシャルサイト。 2016年10月2日閲覧。AB、福良監督も評価。オリックスは勝つ目指すは未来ではなく、現在の正保守。ベースボールチャンネル。2016年10月2日閲覧。AB、初回は、ノーアウト満塁でもいいおり、若月健也に同居する強気と繊細。ナンバーウェブ。2016年10月2日閲覧。ABC、野球。 オリックス支える若月は昭和なお男狂犬強打の20歳。デイリースポーツ。2016年10月2日閲覧。オリックス、シーズンホイツレーのプロ野球記録達成。デイリースポーツ。2016年10月2日閲覧。ABC、オリックス、若月圏役能の,のフルシーズンを経て、自分のリードが本当にチームを左右する。怖さを知った。 週刊ベースボールオンライン2018年8月8日閲覧オリックスは勝木賢也打って守れる大型保守へ週刊ベースボールオンライン2018年8月8日閲覧 ABC 野球野球まみれオリックスは勝が追い求めるものデイリースポーツ2018年8月8日閲覧エネオスアジアプロ野球チャンピオンシップ2017 日本代表の出場選手変更について、野球日本代表侍ジャパンオフィシャルサイト、2017年11月8日閲覧。AB、2017アジアウンターベースボールリーグ、NPB メンバー一覧。NPB.JP、2017年11月20日閲覧。9回ここだけの話、オリックス、若月の成長につながった、坂木原の存在。 サンケイスポーツ、https, w w w s a n s p o t c o m smp, ベースボールニュース2019万1130、バフ19兆1130億1336万 6SHTML2021 年5月2日、閲覧。オリックスは勝つ軸作るフォーム固定で、打力向上日刊スポーツ2019年10月10日掲載。 2013若月ケニアスポーツナビヤフージャパン2014年4月2日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年2月4日閲覧オリックスが若月に指名挨拶聖保守取れる素材埼玉新聞。オリジナルの2014年4月2日時点におけるアーカイブ https://archive.is/sfnrw2021 <ッ>年2月4日閲覧。37七若月きケニア選手名館2018、オリックスバファローズ。オリックスバファローズオフィシャルサイト。2021年3月21日閲覧。月刊オリックスバファローズ通信球団切手のホープ、若月つきケニア保守。大阪日日新聞。 2015年7月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年10月2日閲覧。立花理科に関するご報告。プクネス。2019年12月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年12月28日閲覧。BS37HT にスポーツニッポン様の報道でご存知の方もいらっしゃると思いますが。 ツイッターより2019年12月28日、閲覧。選手登場曲オリックスバファローズ2020年、オリックスバファローズ選手登場曲まとめ。ありがとうございます。